イギリスでは4日、下院の総選挙が行われます。最大野党、労働党が与党・保守党を支持率で大きく引き離していて14年ぶりの政権交代の可能性が高ままっています。BBC の最新の世論調査によりますと労働党の支持率は39%。 保守党は21%で2倍近い差がついています。スナク首相はインフレ率の抑制など成果をアピールしましたが、支持率は回復していません。保守党は減税のほか、不法移民のルワンダ強制移送などを公約に掲げています。一方、労働党は国境警備の強化で対応することなどを訴えています。体制は日本時間5日朝に判明する見通しです。